すごい。すごいすごい。どうも、ジャストミート渡辺でございます。さあ、本日の動画はですね、こちら。シャボン玉の、なんか、ダイソーで売ってた、こう、いっぱいシャボン玉ができる100円のやつ。これをね、いっぱい買ってきましたよ、これ。ねえ、これ買ってきました、これ。こんなに。ね。で、これ何やったっていうと、この棒にですね、こう、くくりつけて、こう、芭蕉扇のように、ブワーって全部やったら、シャボン玉すげえできんじゃねっていう。これ全部くっつけて、これブワーってやったら、ブワーってシャボン玉できて、すげえできんじゃねっていう話なんだけど、2、4、6、8個。まあ、8個ぐらいが限界かな。こうやってピタピタってくっつけて、ブワーって、ただそれだけ。これ1個だけでもね、結構すごいんですよ。1個だけでも結構シャボン玉できるんだけど、これを一気に8倍まで持ってこうと。ねえ、たかだか800円でございます。たかだか800円。税込み900円ね。っていうのをやってね、シャボン玉をいっぱいってね、ファンタジーにしちゃおうね。これはね、ちなみにジェットコースターのやつの崩した取っ手の部分です。まあ、ここで役立ったね。こう、硬い針が、太い針金でこれをくくって、ブワーって、やろうかな。子供たちも大喜びだね。それは子供たちも大喜びさ。ねえ、なんだかんだでここが一番広くて使い勝手がいいね。あっちにスタジオいっぱい作ったけど、やっぱりここ一番なんか広くて使い勝手がいいね。これ、なんだしないけど謎の水が滴るね。あそこは今謎の水が滴るで、天井もどこも濡れてないのに謎の水が発生するというね、怪事件が起きてます、今。これもね、リポートしたい。というわけで、早速作っていくよ。太い針金で。よいよいよ。
できました。見てください。8倍のシャボン玉ミラクル倍増マシーン、名付けて芭蕉扇でございます。ね、ちゃんとこれもね、板に合わせてこう、チャプチャプと、チャプチャプとやってから、ブワーチャプチャプブワーね、これいいでしょ。ね、これならね、すぐできるでしょ。うん。さあ、いやー、疲れた。1時間ちょっとかかったな。うん。ね。ふぅ。ふぅ。ね、早速見てみたいね。やってみようか。早速、子供たちと一緒にやってみようかな。うん。あいつら、度肝抜いてやるぜ、おい。うん。待ってろよ、子供たち。ねえ。ね、これから成功するとさらにこうどん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 ねでかくなっていきますから、これが成功すればですよ。これがまずは8個で、まずは8枚でやってみようか。よーし、いってみよう。よう、あー、8枚シャボン玉マシーン。マシーンくらい、どういうマシーン。早速これでシャボン玉作ろうぜ。イエーイ。入れてってください、一個一個。全部。うん、うん、全部入れて。全部。じゃじゃーん、じゃじゃーん、みーちゃんこれすごいじゃん、すごいだろ。じゃあ作ったんだ、行くぜ。さあ、どれだけシャボン玉できるかな。ちゃんとほら、ここ少ないね。よし、行くぜ。行くよ、どうだ。わあ、やりた、やりた。待て、俺もちょっと見たい。よ。おお。先生。ちょっと10分から。ちょっと合わせて、頑張れよ。
しいね。こうやってやってみるか。これ下にいっぱい重たいからかな。これ10だよっしゃ。これあんまずっと外置くとね、水はもう。
헤르헨. 뭐야 헤르헨. いかがでしたか、ね、この機嫌の汚い親父が作り出すこのメルヘン、ね、お楽しみいただけましたでしょうか。このねバブル魔性戦、皆さんもねこれ800円、800円で作れるから。これあと針金もう100円ぐらいですね、うん、だいたい1000円で作れる。これレベルちょっと黙ってんの。あくにくんどうだった？楽しかった。みーちゃん楽しかった？あれ、ね、皆さんもぜひ作ってみたらいかがですか。1000円でできますね。1000円で？そう。売れるの？あ、ちょっと待ってくんない。ちょっと待っててくんないかな、ね、ミシ。ウェーイ、ね。以上でございます。わーい、ね。皆さんもぜひねお試しください。ね、バブル馬匠戦。ぜひともお試しください。よーよー終わります。ありがとう、バイバイ。みーちゃんバイバイ。バイ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 。目が酔ったの、うん、バイバイ。